カルモジュリンの立体構造カルモジュリンは、至るところにあるカルシウム結合タンパク質で多くの種類のタンパク質を対象として制御を行うため、様々な細胞機能に影響を与え、炎症、代謝、アポトーシス、筋肉収縮、細胞内移動、短期記憶、長期記憶、神経成長、免疫反応など様々な過程と関わっている。 カルモジュリンは様々な型の細胞で発現しており、細胞内の存在箇所も細胞内小器官内、膜の上なども含め様々である。タンパク質の多くは単独ではカルシウムに結合することはできず、カルモジュリンを利用してカルシウム検出や信号変換を行う。カルモジュリンは小胞体や筋小胞体にカルシウムの貯蔵も行う。 カルモジュリンはカルシウムが結合すると構造変化を引き起こし特定の反応のための特定のタンパク質に結合できるようになる。結合できるカルシウムは一分子あたり4つでリン酸化、アセチル化、ベチル化、タンパク質切断などの翻訳語就職を受けることがある。カルモジュリンは小さい酸性のタンパク質で約148残機のアミノ酸から構成されている。 分子量は16,706ダルトンで、よくタンパク質シミュレーションソフトで利用される。4つの EF ハンドモチーフを持っており、それぞれに c a にイオンが結合する。カルモジュリンは炭素菌が分泌する、炭素毒にも結合することで知られる。RCSBPDB-101 カルモジュリン。ありがとうございます。